おはよう。はい、どうも皆さんおはようございます。わらでございます。さあ今日はですね、いつものデブネコ層ではなく、お知らせというかね、今後のね予定をねちょっとね話そうかなと思います。少し短めですがね、今日のデブネコ層お付き合いよろしくお願いします。ペッ。さあ今後なんですが、デブネコ像をですね、まあ、前回パート29でも言ってたんですが、一旦休止します。パート32で、しばらく半年ぐらい、約半年ぐらいをめどに、お休みさせていただきます。でその代わりにね、違うねモッド実況をやっていきますので、ぜひそちらの方をよろしくお願いします。まあ、たまにねデブネコ像を覗いたりして、まあ、ツイッターとかにね動画とか、まあ、短いですね、30秒とかね15秒とかの動画を上げたり、まあ、写真とかねスクリーンショットをねアップロードしたりはしますけど、まあ、デブネコ層としての、まあ、実況は、まあ、しばらくお休みさせていただきますので、まあ、その辺の方をね、ぜひね知っていただきたいと思います。なのでね、まあそうだね、まあ来年ぐらいかな、また始まるとしたら来年の1月2月3月ぐらいかなぐらいと思ってます。ちなみにですが、まあ、次やる実況は多分何やるか多分ね気になる方がたくさんいると思いますので、いやもしかしたらいないかもしれない、ごめん、もしかしたらいないかもしれないわ、まあ、次回はですね、タイトルだけとりあえず、ね、言っておきましょうか。次回の実況はお寿司クラフトです。ピンとこないかな多分ピンとこないな、これは。まあ、デブネコ層を見てくれた方はね、引き続き年の方を見てくれればぜひね、本当にね、ありがたいです。まあ、言いたいことはこれだけです。まあ、ぜひね、皆さんそちらの方もぜひ、ね、見てみてください。まあ、これまでデブネコ層をね、支えていただきね、ありがとうございました。まあ、今後もね、この子たちとね、一緒にやっていきますが、動画はね、しばらくお休みなので寂しいと思う方もいるかもしれません。多分みんなも寂しいと思う。な、チーズ。寝てますね。今日はこの辺で終わりにします。じゃあまたみんな会おうな。じゃあ最後にみんな名前呼んでいこうかな。チーズ、大福、オレオ、サバ缶先生、あれちょっと見づらいな、探しに行こうか。いやー寝てますね、みんな。みんな会いに来たけど寝てるな。あ、つぼ猫、つぼ猫。モンブランもな。すごいお尻大きいな、ほんと、相変わらず。つぼ猫も可愛いな。こうなんか、双子みたいやんな、この2匹。全く親違うと思うけど。まあ今日はこの辺でね、デブネコ層、締めさせていただきます。ではまた、どこかでお会いしましょう。バイチャ！待って、生まれた頃ってさ、1200本あったっけ。いやー、おはよう、おはよう。元気だね、みんな。さあ、今日も元気になって、何日かと言いますと、2月22日。というわけでね、もう、すごい。なんか大福がさ、異常にでかいんだけど、あ、どうした。ちょっと、もうちょっと向こうに。かわいいな。生まれた。こっち見て、こっち向いて、あ、見た。形だけですけどね、デブネコ層はね一旦これで完成しました。あ、かわいい。しかも生まれた瞬間になんか食べた。
てたんだけど、これ大丈夫？え、何？死んでるもしかして？おーおーおーおお、あ、このもんだ。これはすごい可愛いな。待って待って待って。